US バングラ航空211便着陸失敗事故は2018年3月12日にネパールで発生した航空事故である。シャージャラル国際空港からトリブバン国際空港へ向かっていた US バングラ航空211便がトリブバン国際空港への着陸時に滑走路を逸脱し乗員乗客71人中51人が死亡した。この事故は バングラデシュの航空会社が起こした事故として最悪のものであり、DHC-89400 で発生した事故の中でも最悪なものだった。事故機のボンバルディアダッシュ89400は76人乗りのターボプロップ機で製造番号4041として2001年に製造された。同年、スカンジナビア航空に納入され、 その後3つの航空会社での運用を経て2014年から US バングラ航空の機材となっていた。事故機は2015年にもサイドプール空港で滑走路の逸脱事故を起こしており、右出脚にわずかな損傷を負ったが修理され運用に復帰していた。総飛行時間は21,419時間で28,649サイクルを経験していた。 211便には子供2人を含む乗客67人と乗員4人が登場していた。事故により乗客のネパール人22人とバングラデシュ人24人、中国人1人とバングラデシュ人の乗員4人の計51人が死亡した。犠牲となったネパール人の多くは帰省のため登場していた医学生だった。生存者は20人でいずれも重傷を負った。 機長は元バングラデシ空軍のパイロットだった52歳の男性で2015年から US バングラ航空で働いており同社の飛行教官も務めていた空軍には10年間在籍しておりミック -21 と F-7 のパイロットを務めていた総飛行時間は5518時間で DHC-89400 では2824時間以上の経験があった。また、カトマンズへの飛行は100回以上経験していた。機長は飛行前に辞職を申し出ていたが受理が完了するまでの間、通常の業務を続けることとなっていた。同僚や友人への聞き取り調査では、機長は物腰が柔らかく有効的で優しい人だという意見がほとんどだった。 教官としての評価も高く、教え方が上手で指導に満足したという意見が大半を占めた。事故により機長は、頭部と胸部に複数のドン的外傷を負い、翌日に死亡した。副操縦士は、同社初の女性パイロットだった25歳の女性で、2016年7月から US バングラ航空に勤めていた。総飛行時間は390時間で、 dhc-89400 では240時間の経験があった。また、カトマンズへの飛行経験はなかった。同僚や友人は、副操縦士は親切で、フレンドリーな性格で、とても優秀だったと証言した。事故により副操縦士は頭部への鈍的外傷を追い死亡した。百十一便は、週四便運行されていた、国際定期便で、後く六時十一分に、 シャージャラル国際空港を離陸した。あとく8時10分、管制業務がカトマンズの侵入管制に引き継がれた。管制官は13,500フィートまでの降下と、米ポイントのグラズから待機経路へ向かうことを指示した。カトマンズは発着する航空機が多いため、待機経路で着陸侵入を待つということも多かった。指示を受けてパイロットは飛行管理装置にグラズから 大気経路へ向かうよう設定した。8時16分、管制官は滑走路02への着陸を許可した。この時点で211便はグラズへ到達しておらず、またパイロットは飛行管理装置の設定を変更しなかった。そのため機体はグラズで左旋回を開始し、大気経路へ向かい始めた。機長は自動操縦の方位と効果率を調節し、侵入を継続した。 この次機長が行った一連の操作により、飛行管理装置による自動操縦の制御が解除された。機長は着陸時のチェックリストを実行し、着陸装置が出ていると発言したが、実際には格納されたままだった。飛行管理装置が解除されたため、手動で降下率を設定する必要があったが、機長は降下率をうまく調整できなかった。 副操縦士は侵入高度が500から600フィート高すぎると繰り返し注意した。注意が高価率を調節することと着陸装置の警報に向けられたためパイロットは機体が侵入経路から右に外れていることに気づかなかった。また、降下率が毎分1700フィートまで増加したためコックピット内でミニマムシンクレートテレイン 通路ギアの警報が作動し、パイロットは混乱した。副操縦士は着陸装置が出ていないことに気づき、着陸装置を展開したが、この時すでに機体は滑走路を通過していた。管制官は機体が滑走路を連行通過し、反対側の滑走路20の方向へ向かっていることに気づき、パイロットに意図を尋ねた。パイロットは滑走路を通過したことにまだ気づいておらず、 滑走路を例に着陸する予定だと返答した。この更新の後、機長は、高地の方向へ飛行していることに気づき、機体を右へ急旋回させた。高度175フィートで機体のバンク角が35から40度に達したため、プルアップや、テレイン、バンクングルの警告音が鳴った。旋回を終えて西へ飛行し始めた時、機長は滑走路を通過したことに気づいた。機長は、 再び45度近い右への急旋回を行い、滑走路20の方向へ向かい始めた。管制官は211便が南西方向へ向かっていることに気づいた。パイロットは滑走路20を目視したが、機体は滑走路に正体していなかった。機長はさらに急な右旋回を行うことで機体を侵入経路に戻そうとした。211便は滑走路20の端の 左側付近を高度450フィートで通過した。滑走路の上空付近で機体は40度のバンク角で左旋回を始めた。管制官は211便の着陸許可を取り消そうとしたが、下が誤って離陸許可を取り消すと言った。211便は国内線ターミナルの上空50フィート未満を飛行しており、管制官は恐怖から身をかがめた。 機長は滑走路に生体するため、設置する直前に機体を再び急旋回させた。211便は右出客から設置したが、滑走路を逸脱し、空港外周のフェンスを突き抜けて隣接するサッカー場で大破、炎上した。機体は着陸から数秒で炎に包まれ、空港職員はすぐに消防隊を現場に派遣した。消防隊は2分以内に現場に到着したが、 機体にたどり着く前に、現場付近の草地に飛び火した火災を消火する必要があった。火災の沈下までに15分を要した。トリブバン空港は事故により3時間ほど閉鎖され、着陸を予定していた便はダイバーとした。墜落から1年が経過した2019年3月時点で、機体の残骸は滑走路横に放置されていた。当初、 残骸から22人の生存者が救助され、地元の病院に搬送された。そのうち2人が搬送後に死亡した。機体左側に着席していた乗客の多くは、墜落時の衝撃により死亡しており、右側に着席していた乗客の生存率は高かったが、事故後に発生した火災により、多くが死亡した。遺体は、身元の判別が困難なほど焼けただれており、確認には、 dna 鑑定が用いられた。事故を受けて、ネパール政府は6人の委員からなる航空機事故調査委員会を立ち上げた。事故調査には、バングラデシュの民間航空局とカナダ運輸安全委員会の代表者も参加した。2018年の4月9日、調査委員会は予備報告書を発行した。予備報告書では、事故の概要が記され、機体が 滑走路を逸脱する前に1700メートルほど滑走路を走行していたことが述べられた。また、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーは他の残骸とともに分析のため TSB に送られたことが公表された。機長はバングラデシュ空軍に在籍していた際にうつ病と診断され1993年に状態していた。医療記録によれば2002年の検査で 機長は民間航空機のパイロットに適していると判断された。また、定期的な診断でも、うつ病の症状や兆候を見られず、飛行に適していると診断されていた。事故当時、バングラデシュを出発する国際線では、離陸前にエアディフェンスクリアランスを所得するよう新たに指示されていた。機長はこのことを知らなかったため、管制官とこのことに関して、更新を行っていた。 CVR に記録された機長の声から管制官との交信中に機長は高いストレスを感じていたようだった。飛行中、機長は飛行に関する様々なことを副操縦士に教えようとしていたが、一方で自身の技能と能力をアピールしているようでもあった。また機長は終始、副操縦士に対して同僚についての話をしていた。機長は同僚の女性から 自身の教え方について否定的な意見を言われ深く傷ついていた。機長はこの一件を受けて辞職を申し出ており将来について不安を感じていた。また仕事がなく生きるために何をすればよいかわからないと話していた。これらのことから機長は重度の精神的ストレスを抱えていた。そのため機長は飛行中不機嫌で緊張しており、 攻撃的な態度をとっていた。また、睡眠不足とストレスにより疲労しているようでもあった。機長はステライルコックピットルールを遵守しておらず、着陸侵入中にも飛行と無関係な会話を行っており、飛行中にコックピット内で喫煙をしていた。侵入は不安定であったが、機長は着陸を強行した。各区は機長がどんな状況下でも、 機体を安全に着陸させられることを証明しようとしていたようだと最終報告書で述べた。副操縦士は飛行の状況を適切に監視し、問題に対する処置などの提案も行っていたが、機長に対して強く主張することができなかった。委員会はこのことについて、パイロット間に大きな階級の差があったこと、副操縦士の経験が浅かったこと、 機長の権威が高かったことなどが影響したと結論づけた。2019年1月27日、調査委員会は最終報告書を発行した。報告書では方向感覚と状況認識の完全な喪失が事故原因であるとされた。これによって機長は非常に危険な飛行を行い、滑走路へ生態しようとした。機体が滑走路に設置する直前まで。 着陸復興を行うことが可能だったが、パイロットはそれをしなかった。CVR に記録されたパイロットの会話を分析した。結果、機長が深刻な精神的ストレスを感じていたことが判明した。また、睡眠不足のため疲れていたようで、飛行中に何度か泣き叫んでいた。飛行中、機長は、自身の訓練に対して疑問を呈した若い女性パイロットについて侮辱的な。 発言をしていた。また、機長は自身が訓練生のパイロットと不倫をしていたとが発覚したため辞職に追い込まれたという噂がされていることについても話していた。機長は泣きながらこの話をしており、他の仕事を見つけられるのか心配で前夜眠ることができなかったと語っていた。副操縦士はこれらを含む機長の話を受動的に聞いていた。 調査委員会のバングラデシュ代表は最終報告書の事故原因にカトマンズの管制官が職務を適切に遂行しなかった事実が挙げられなかったことから報告書に対して批判的な態度をとった。彼はパイロットが方向感覚や状況認識を喪失していると管制官が理解していれば飛行に対する支援を行うことができ事故を回避できただろうと述べた。 事故の翌日、ネパールの KP シャルマオリ首相が事故現場を訪れ、事故調査が進行中であると述べた。US バングラ航空のイムランアッシフ CEO は、管制官がパイロットを誤解させ、間違った滑走路に着陸させたことが事故原因であると記者団に話した。また、パイロットに過失があった可能性も疑っていると述べた。救助活動に当たったネパール陸軍の中佐は、 企実者が現場に到着するのが遅く、活動を妨げたと不満を語った。US バングラ航空のスポークスマンは、公正な調査を行い、事故原因を明らかにするためには、バングラデシュとネパール両政府が協力する必要があると述べた。予備報告を受けて同社は、副操縦士はカトマンズへ以前にも飛行したことがあると言い,い、報告を否定した。 US バングラ航空は負傷者の入院費用の補填を行い、遺族に対して2万5000ドルを支払うと話した。事故の2日後、US バングラ航空はカトマンズへの飛行を停止した。当初、同社は2018年9月にカトマンズへの飛行を再開する申請を行い、10月28日から運航を再開する予定だった。しかし、ネパールの民間航空局は事故後に 同社の幹部が空港の運営に対する批判的な意見を立て発言していたため再開の承認を得られる可能性は低いと語った。事故直後、地元の報道機関が空港付近に住む住人によって撮影された映像を公開した。映像には低空を飛行する211便が捉えられていた。また、2019年初頭にはターミナル上空を飛行し、 滑走路へ着陸する211便を捉えた CCTV の映像が公開された。2018年8月27日、カトマンズポスト氏は情報筋が進行中の調査に関する情報をリークしたと報じた。情報筋は委員会がコックピット内での喫煙や管制官への虚偽の証言を含む機長の一連の行動を非難する予定であると話した。 US バングラ航空と委員会のバングラデシュ代表は報道を根拠のないものだと否定し、航空会社とパイロットの印象を悪くするための虚偽の情報であると述べた。ありがとうございます。